ついにやってきたー。ゲーミングスマホの最強王者、ROG フォン7。強くなったレッドマジック8を倒し、果たして最強を維持できるのか？トビさん、検証お願いしますー。どうも、トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですが、こちら、ASUS のですね、ROG Phone 7についてご紹介していきたいと思います。この端末なんですが、ASUS のですね、最強ゲーミングスマホになっています。端末の概要はですね、このようになります。ではですね、早速開封のをしていきたいと思います。今回購入したモデルなんですが、こちら、8GB なんですね。256GB バージョンの、白色を購入しています。ASUS のですね、ROG Phone 6 の方は、音がですね、非常に良かったんですけど、この端末もですね、おそらく音がいいんじゃないかなっていうところでちょっと期待します。あと性能ですね、8 Gen 2を搭載していて、レッドマジック8 Pro と比較してどれぐらい性能が出るのかっていうところもちょっと見ていきたいなと思っています。では開けていきましょう。よいしょ。はい、同行費の内容なんですけど、よいしょ、シムピン、かっこいいですね。あとマニュアル。はい、ケースはこのようなプラスチックのケースがついてます。本体ですね、充電器どうでしょうか。日本も一応対応していて、65W 充電というスペックになってます。と USB のケーブルですね。同行品の内容は以上になります。ではですね、端末の方を見ながらスペックの方を見ていきたいと思います。今回の ROG Phone 7なんですけど、8 Gen 2を搭載しているってところが、まず最大のポイントかなと思います。カメラもですね、前作と同じく IMX766 搭載していると。で、ディスプレイが 6.78 インチで、1500nit。あと、ゴリラビクタスにも対応していて、若干輝度がですね、前作より上がっているところがポイントかな。冷却性能がこの端末のポイントなんですが、ベーパーチャンバーの効率がですね、168% アップなので、かなり冷却性能上がっているってところと、まあ、バッテリーは 6000mAh、65W 充電。このあたりもおそらく前回と同じですね。ステレオスピーカーが搭載されてるんですが、エアロクーラーですね、つけた時にそちらにサブウーファーを搭載してるみたいなんで、そこがまた一つポイントかなと思います。エアロクーラーの方ですね、別の動画でちょっとレビューしたいと思いますけど、端末本体のスピーカーもディラック対応なので、おそらく音も前作同様いいんじゃないかなと思います。あと防水防塵の方も IP54 に対応してる、まあちょっと IP68 ではないんですけど、まあそこそこ対応していて、重さが 239g と若干ちょっと重めというスペックになってます。はい、端末の概要は以上になります。ではですね、デザインの方をチェックしていきましょう。よいしょ。はい、端末の方デザインこのようになってます。どうでしょうか。ホワイトなんですけど、かなり独特のデザインになってますね。この辺の艶消しホワイトは、まあ、前回と同じ感じが、まあ、非常に似ていてますね。サラサラしています。で、この辺の斜めのスリットでちょっと透明デザインを意識して、実際に透明ではないんですけど、ちょっとこうデザイン性をここに加工しているってところが、今回ちょっと新しくデザインになってるかなと思います。あとこのカメラデザインが微妙にちょっと変わってますね。わかりますかね？二段構成になっていて、前回は一段でこの黒い枠だけだったのが、ここにちょっとこう、金属プレートっぽいのがあってですね、ちょっとカメラのところがかっこよくなってますね。ちょっとこの辺ウェブでは分からなかったんですけど、実機では結構いい感じになっていて、この頃のデザインのこだわりはかなり良くなったかなと思います。でサイド面の処理は前からずつ艶消しの黒で、トップ面こんな感じ、スピーカー画面側ですね、ボトムもこんな感じです。スピーカーも画面側。USB-C の充電端子とイヤホンジャック。こちらにも USB-C の充電で、エアロクーラーのためにここになんかありますね。ここからエアロクーラーを動かせるってところ、あとシムスロットですね。この辺は変わらない感じになってます。まあ、電源とボリュームという感じで、ここにエアトリガーですね、搭載されています。うん、端末のデザインとしては、前からずの ROG Phone 6 のデザインを継承している感じかなと思います。まあ、ちょっとこの辺がちょっと好みが分かれるところかなっていうところがあるんですけど、質感はまあそこそこいいかなという感じです。まあめちゃくちゃいいっていう感じではないですね。はい、まあ、カメラ周りのデザインが非常に良くなったってところがいいところかなと思います。あと持った感じ77なんで、結構幅はありますね。ラウンドフォルムなんで、まあその辺軽減されていて、重さはやはり239なので結構あるなっていう感じです。はい、端末のデザインに関しては以上になります。次にですね、カメラの方を見ていきたいと思いますが、 IMX766 ですね、メインカメラに搭載します。でサブのカメラとして超広角がですね、13メガピクセルのマクロが5メガ、まあこの辺はおまけでついているというようなスペックになってます。カメラの出っ張りどうでしょうか。結構抑えられてますよね。うん、1ミリ切ってる感じで、かなり出っ張りが抑えられていていいかなと思います。まあこの辺のこう2段構成になったっていうところが、非常にカメラデザインとしてはいいかなと思います。結構かっこいいですよね。うん、ここの
メタルプレートっぽいの入ってるのは非常にいいかなと思います。ちょっとカメラの方はですね、このケースがプラスチックってところがまたちょっと私としてはあんま好きじゃないんですけど、せっかくの白色筐体がこんな感じになっちゃいますということで、カメラの方をちょっと見てみたいと思いますけど、どうでしょうか。まあプラスチック筐体なんで、へっこみとかはないので、一応ガードはされてますけど、若干トップ面、つら位置に結構近いんで、少し心配な感じですね。まあ、一応ギリギリセーフかなーって感じです。カメラのデザインについては以上になります。それではですね、重さの方も見ていきたいと思います。フィルムの方どうでしょうか。一応ついてますね。ちょっとこの辺フィルムの貼り付けが若干気泡が入っているのが気になりますけど、じゃあ測ってみましょう。重さ239の交渉スペックに対して241。まあ、ギリギリちょっと重ためって感じですね。それに関しては19g、18g か。まあちょっと軽めなんでいいかなと思うんですけど、若干ケースはやっぱりプラスチックでチープかなって感じですね、この辺は。はい、重量については以上になります。電源の方を入れていきたいと思います。入れていきましょう。あ、すごいですね。かっこいいですね。はい。今回購入したのはですね、中国版なんですけど、中国語と英語しか選べないという感じになってます。音がめちゃくちゃいいですね。じゃあ設定の押していきましょう。中国版なんですけど、Google Play サービスをですね、この辺で設定するかどうかっていうのも聞かれてますね。サイド面のピンについてのここで紹介出てますけど、こちらですね、2ピンはエアルクーラーのためにあるってここに出てますね。はい、なんかよくわかんないミッションが始まっちゃいましたね。何でしょうこれは。Hi X, I have a mission for you. I left something at the Maastricht space station. You should know where to find it. It might be a little dangerous, so be careful and good luck. ちょっとなんかいろいろ入ってるんですけど、スキップできるようみたいなんでスキップしたいと思います。はい、初期の画面ですね。今こちらの立ち上がってきました。画面の輝度ですね、最大の方をしてみたいと思います。どうでしょうか。結構明るいですね。問題なさそうです。入ってるアプリケーション、中国版はこのような感じになってます。一部中国系のアプリが入ってる感じですね。初期の状態なんですけど、ストレージの方はですね、 23GB の使用という状態になってます。はい、システムの初期状態については以上になります。はい、せっかくなんで同じですね、ゲーミングスマホのレッドマジック8 Pro とのデザインの比較をしてみたいと思います。どうでしょうか。まあ、サイド面のデザインの処理、背面、全然違いますね、コンセプトが。まあ、質感に関しては、どうですかね。ROG 本の方が肌触りは、まあ、いい感じですけど、質感という面では、まあ、ROG 本はどっちかというとプラスチックな感じあって、こっちも背面はちょっと質感低いんですけど、サイド面が金属な分ちょっといい感じですよね。まあ、両方とも性能に関してはすごい性能だと思いますけど、デザインに関してはだいぶ違うので、このあたり好みが出るかなと思います。あと持った感じですね、やっぱレッドマジックは角張ってるので、持ちやすさっていう面ではロージホンの方が圧倒的に持ちやすいかなと思います。ディスプレイの方はですね、こんな感じの差なんで、どうですかね、だいぶ違いますよね。レッドマジックはアンダーディスプレイカメラなんで、このあたりはだいぶ違うかなと思います。はい、レッドマジック8 Pro との比較は以上になります。はい、それではですね、ディスプレイのチェックしていきたいと思います。どうでしょうか。発色に関しては、まあ、特に問題なさそうですね。普通って感じかなと思います。階調表現に関してはどうでしょうか。6がほんのり見える感じで、実機ではですね、画面上はほとんど見えない感じですけど、5はほとんど見えないですね。階調表現は普通なレベルですね。白背景も254はうっすら見えるという感じなので、若干階調表現ハイエンドとしては物足りないかなと思います。視野角はどうでしょうか。まあ、視野角全然問題ないですね。このあたりディスプレイかなり優秀かなと思います。視野角完璧ですね。はい、ディスプレイのチェックは以上になります。スピーカーの方も聞いてみたいと思います。スピーカーの設定関係なんですが、オーディオウィザードがですね搭載されています。これ開くとこんな感じになってまして、ディラックっていうオーディオチューニングが入っているようです。でディラックはですね、スマホで結構音をですね、いい音鳴らすっていうチューニングなんですけど、その設定がですね、ダイナミックミュージック、シネマ、ゲーム、あとイコライザーもですね設定が
ができるようになってます。今回ですねミュージックにして聴いてみたいと思います。それではいつもの曲聴いてみましょう。最強ですね、これは。もう、ROG6 も最強だったんですけど、7もさらに良くなってる感じです。低音の迫力がもうスマホのレベルを超えてますね。おそらくどんなスマホも、これの低音にはかなわないかなっていうぐらい、低音が凄まじいです。高音に関しても音がめちゃくちゃいいし、このデラックチューニングっていうのもあるんですけど、今回の ROG7、音に関しては相当いいですね。6も良かったんですけど、それ以上かなと思います。低音が特にさらに良くなってる感じですね。で、実はこの端末、エアロクーラーつけるとサブウーハーを追加できるっていうさらによくできるみたいなんで、これはちょっとエアロクーラーはですね別途購入してあるので別の動画であげたいと思いますけど、もうこのスマホ本体でももう十分すぎる音がいいので、間違いなくスピーカーに関しては現時点で出てるスマートフォンでは私が評価した中では1位かなと思います。はい、スピーカーのチェックは以上になります。周波数特性についても見ていきたいと思います。はい、こちらがですねスピーカーの周波数特性を取った結果になります。聞いた感じかなり音が良かったんですが、周波数特性的にもですね、前回の ROG Phone 6に比べて低音が少し増えているってところと、まあ、全体にわたってフラットな特性ってところが非常にスピーカー周波数特性としてはいいかなと思います。まあ、少なくとも今出ているスマホの中では最強の例かなと思います。次にですね、アンツ総合ベンチマークの結果なんですが、こちらがですね、若干不安定さが出てます。で、最低がですね、107万点で、最高は130万点出るんですが、スロットリングが若干強めですね、ユーラが下がっていくんですが、35度を超えたあたりから若干性能がですね、ばらつきが出てるっていう結果に出てます。まあ、収束温度は42度で結構低めなんでいいんですけど、値としてですね、107万点ぐらいまで落ちる時があるので、このあたりちょっと気になるかなと思います。次にですね、3D マーク実用性能。これがですね、ROG7 のですね、注目ポイントだと思うんですが、結果としては3277。レッドマジック8が3676なので、まあそれに対して負けてしまうという結果になってます。で、前作と比べると、ちょっとですね、8 Gen 2の性能をフルに引き出せないっていうところは、ちょっと痛いかなっていうところで、温度もですね、57度まで上がっているので、このあたりも前作よりもちょっと上がり気味かなと思います。で、筐体に関しても55度まで上がっていて、若干 8 Gen 2の性能ですねフルに引き出すための冷却性能が足りてないってところがこれ見えてるんじゃないかなと思います。まあ、それでも ROG Phone 6の前作に比べると 1.2 倍の性能実現できているので、まあ、前の端末をお持ちの方でまだ性能が欲しいって方にとってはまあこれでもまあ魅力的かなと思います。次にですね、PC マーク実用性能 2D の性能なんですが、こちらがですね、すごいことになってます。性能十分でですね、バッテリー持ちが驚異の23時間になってます。まあ、この値がですね、8 Gen 2の中でも過去ですね、最高のバッテリー持ちになってまして、まあ、前回の ROG Phone 6に比べても5時間ぐらい増えてるので、これはすごい性能向上かなと思います。まあ、チップの効率がかなり上がってるってところと、まあ、そのあたりのですね、性能の制御がうまくいってるのかなと思います。次にですね、カメラなんですが、まあこれは前作と同じ IMX766 搭載していて、まあ、センサーもですね、そこそこハイエンドに近いセンサーを積んでいます。このあたりですね、画質が前作に比べて良くなっているかってところが気になるところかなと思います。あとは、レッドマジックと比べてどうなのかってところですね。で、カメラの撮影モードに関しては基本前のモデルと比較したんですが、若干ですねモードが削減されているところは一部あるなっていうところが分かってます。まあ、このセルフィーとかですね、まあ、ところがちょっと減ってるってぐらいですね。他はまあ変わってないです。でここから全然撮った写真ざっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、これ見るとちょっと IMX766 としてはちょっと物足りない画像かなという感じですね。クロスプレイも結構あるし、ノイズも若干多め、あと露出制御が全然できてないですね。このあたりちょっと HDR 性能もちょっとかなり足りてないかなっていう感じです。でこれレッドマジックと比べてどうなのかってとこなんですが、レッドマジックはですね想像以上によくできていて、まあ、露出制御とかもほぼほぼ完璧に近いというか、かなりでき
で、まあそれに比べると HDR ロス制御に関してはレッドマジックに対してもう全然負けてしまってるかなという感じになってます。まあというところの解像度に関してもデノイズ処理とかレッドマジックかなり優秀ですね。こちらはノイズっぽくて、まあ解像度若干高く見えてはいるんですけど、まあこのあたりは制御の違いが出てるかなと思います。でこちらちょっと暗いシーンでなんですけど、まあちょっとこう解像度という面で少し足りてない感じですね。明るさという面ではまあそこそこ頑張ってるんですけど、ちょっとぼやっとしてる感じですね。でこちらの方フレアに関しても結構出てる感じですね。ここらこちらの方ですね。でここに関してはまあここシーンは結構明るいので撮れてるんでいいんですけど、若干解像度が全体的に落ちてるかなって感じです。でこちらのシーンですね、ちょっとこの HDR 性能とかロス制御が弱めってところが出てるかなと思います。でこちらに関しても先ほどフレアなんですけど、こちらゴーストがですねもう激しくこう空に向かって出てる感じですね。このあたりのちょっとレンズの特性というのはあんまり、まあさすがにそこにはあんまりコストかけてないかなと思います。こちらの方もかなりゴーストが激しく出てるね。まあフレアとゴーストに関してはかなり厳しいレベルかなと思います。色合いに関してはまあちょっと薄めですね、こちらを見ると。で昼間の写真に関しては解像度がまあ一気に上がって、まあ、ようやく IMX766 らしい写真になってるかなと思います。でこちらの写真も特に問題なさそうですね。若干ザラザラした感じはあるかなって感じもします。この辺ちょっとやっぱりレンズとかロス制御 HDR 厳しくて、これ逆光を撮ってもこんな感じになっちゃう。まあこれは比較的いい感じですね。若干震え出てぐらいで、で空に関してはまあ特に問題なさそうです。でポートレートはまあ意外と使えて、昼間のポートレートこんな感じなので、まあそこそこいい感じで撮れる感じですね。この IMX766 らしい写真かなと思います。色味に関してはこれいつも撮ってる写真ですが、まあ薄めって感じで、まあ変なこう濃くに色がついたりとかね、そんな感じな自然を意識した色付けかなと思います。ゲロで動画を撮影します。どうしようか。ロス制御が全然合わないですね。ちょっと止まってます。明るさは結構あります。 IMX766 なんでそこそこいいですね。ちょっと走りましょう。ちょっと揺れがありますね。次はフル HD60fps どうでしょうか。ちょっとロス制御がやっぱ厳しいですね。ここでようやく合うって感じです。フレアは少しある。ちょっと走りましょう。そこそこ OS 聞いてるかもしれないですね。はい、以上になります。 4K60fps の動画のチェックです。昼間どうでしょうか。夜に比べたらだいぶいいかもしれないですね。ちょっと走りましょう。結構こんな感じ。IMX766 OS、まあまあいいかもしれないですね。以上になります。はい、最後にですね、まとめなんですが、今回評価してみて、まあ、スピーカーがですね、過去一、おそらくスマホの中では最強だと。で、バッテリーも最強と。この2つはもう2強ですね。で、処理性能に関しても、まあ、2D、3D に関して、まあ、ほぼほぼトップクラスなんで、まあ、この辺は全部トップ性能ですね。まあ、カメラに関してはさすがにゲーミングスマホってところあるので、IMX766 積んでるのにもちょっともったいないなって感じなんですけど、動画もちょっとカクつきあって、まあ、このあたりは改善できたら非常にいいなと思います。で、ちょっと気になったのが、もうちょっと8 Gen 2の性能を引き出してくれるんじゃないかなっていうところの期待値に対してですね、冷却性能がちょっと足りてない。あと、スロットリング制御も若干ちょっと弱めという感じで、このあたりですね、もうクーラーを前提にしてるのかなって感じで、クーラー推奨の、まあ、設定というか制御になってる感じがします。このあたりはレッドマジック8と比べると、クーラーレスで使うならレッドマジックの方が性能は出るっていうところが今回見えたかなと思います。このあたりクーラーつけてどうなるのかっていうところは、すでに購入してあるので、
サブウーファーの性能含めて別途見ていきたいと思います。まあ、総合得点として84、この値がですね、ちょうどレッドマジックと全く同じ得点になって、まあ、いいところ悪いところそれぞれの端末持ってるかなっていうところで、まあ、どっちを選んでもゲーミングスマホとしてはトップクラスなんで、最高性能を目指すならレッドマジック、ですね、単体でクーラーもつけてっていう点では ROG フォンっていう感じになってくるかなと思います。はい、今回のレビューは以上になります。それではまた。